現代の日本の剣道の競技人口は約177万人。ルーツは古く、平安時代まで遡ります。戦を勝ち抜くために生まれた剣法は、後に武士を生み、己が生き残らんがため、剣術に磨きがかかりました。そして、歴史に刻まれる人物たちを後世に残したのです。どうもこんにちは、リンです。今回はそんな日本最強の武士を4人ご紹介いたします。この動画をご覧になったあなたはぜひコメントや評価をお寄せくださいね。では行ってみましょう。ねとざんまいねたざんまい。宮本武蔵。宮本武蔵は江戸時代初期に活躍した剣術家、兵法家です。歴史の教科書でも絶対に耳にする剣豪ですよね。彼は二刀流の剣術家であり、芸術家の一面も持ち合わせていました。幼少期から父神面無二と共に武術の稽古に明け暮れ、その生涯で数々の伝説を残しています。13歳の時、武蔵は有馬喜平という剣術家と生涯初めての決闘を行いますが、彼は有馬喜平を投げ飛ばし、手にしていた棒でめった打ちにしたそうですよ。1604年に京へ登った武蔵は、足利将軍家の剣術師範を務めた吉岡家との決闘をしています。まず吉岡家当主吉岡清十郎の体を木刀で打ち砕き、その後、弟の吉岡伝七郎を一撃で倒したのです。残された吉岡一門の門弟数百人は、数の力で武蔵の殺害を企てましたが、武蔵は約束の時間よりも早くに決闘場所に赴き、物陰に身を潜めて相手の到着を待ち伏せします。やがて現れた吉岡一門に対し、武蔵はすかさず大将を斬殺し、混乱に乗じてその場を脱出したのです。1612年には俗に言う巌流島の決闘が行われ、佐々木小次郎を打ち倒すなど、武蔵は16歳から29歳の間に60回以上の決闘をし勝ってきました。また稽古でも竹刀を一振りしただけでその竹刀を壊すなど、常人の域を超えた身体能力を見せていたそうですよ。蟹才蔵。蟹才蔵は戦国時代から江戸時代前期にかけての武将です。織田信長や武田信玄のように大国を治める領主ではなく、大名に仕える一武士でした。柴田勝家、明智光秀、前田利家など主君を何度も変えて各地を転々としていた才蔵ですが、関ヶ原の戦いで広島藩主になった福島正則に出会った後は、晩年まで彼に付き従っていました。才蔵の強さを証明しているのが、合戦で敵を討ち取った時の首の数です。その数なんと16。その時才蔵は16個の首を持って帰れず、首の口や鼻に笹を詰めて自分の手柄が後でわかるようにしたのです。このことから彼は別名笹の才蔵と呼ばれ、関ヶ原でも同じことをし、一番多く手柄を立てたそうです。また才蔵は誰に対しても物怖じしない性格を持っており、気に入らない命令をする主君に対し、クソでもお召し上がりくださいませと吐き捨てて戦場を去ったことがあるそうですよ。一度は上司や先生にも言ってみたくなるセリフですよね。佐竹義重。佐竹義重は日立の国の戦国大名であり、佐竹氏の第18代目当主です。知遇に優れており、豊富な資金力を生かして武蔵一の鉄砲隊を持っていたと言われています。また義重は常に戦場と同じ心がけを家臣に厳しく要求していました。毎日朝起きると寝巻きのままで刀を置いてあるところに行き、刀を抜いて手入れの状態を見たといいます。担当でも手入れが悪く歯が潰れていると叱られるので、家臣はいつも武具の手入れに余念がなかったそうですよ。
また1571年北条軍との戦いの時に先陣を切って進み、7人の敵を一瞬で切り伏せたと言われています。この戦いをきっかけとして、義重は坂東太郎や鬼義重との異名をつけられ恐れられたそうです。水野勝成。水野勝成は戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将です。あまり聞き慣れない名前かもしれませんが、戦国最強とも言われています。あの織田信長にも認められたほどの強者でしたが、気性が激しく、その逸話の数々は異彩を放っています。例えば16歳の時、城攻めで15の首級を挙げ、主君だった信長から旗印をもらう。19歳の時、北条軍1万人と1人で対峙し、300の首級を挙げる。関ヶ原の戦いで徳川家康に呼ばれて参戦し、敵将の福原長孝から名刀、名物日向政宗を奪い取る。関ヶ原の戦いの活躍が評価され、大阪の陣では軍官に任命される。にもかかわらず、自ら先頭に立って戦い、大阪城に一番乗りを果たす。50代でも勝成は最前線で戦い続け、晩年は福山藩の初代藩主として歴史に名を残しているのです。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは、当チャンネルをじっくりとご覧になってくださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。